ビプテキドンがある。今日はまあさすが日曜日だね。もう試合でも昼の試合が始まる。でも日曜日のそのデイさんも試合が。試合が。うん。今日は何？ジャイアント何？いやデーゲームか。あそこが美味しいあのタコスの店。ダメ。なんかお弁当がさ、唐揚げが550円で。ソキ焼きそばがあるんだって。すげえ、ソキ焼きそば。店行かなくてもいっぱいあるね。ビフテキなんて絶対楽しいね。ね、そう。そう、そういうその観覧車はね、バカップルがいるところで。あ、バカップルが。うん。で、天上頂上行ってキスしてるやつ。そう。あれ、あっち。かわいい。マジか。めっちゃかわいい。そこだよ、私は。あれだよ、あれ。すげえ。あるんでしょ？あんな高いとこまで上行くの？あのてっぺんまで。あのてっぺんまで行って、ぐるっと回る。あ、だって道路出ますもんか。道路出るよ、これ。あの、ドンキホーテのところ。そうよ。道路出るし。あの、ビフテキ丼、美味しそうで。今日はいいお天気でよかった。今月、すごい天気。いや、フィリピン、スーパー台風だって。フィリピン、すごいよ。うん。みんな見せるよ。いや、昨日私言って、うちとしたお休み、昨日お休みかと思った。昨日いなかったから。ラーメンタウン。昨日さ、今度ね、休みかと思った。それ全然休みの前に全然会ってないから、だから話もできないから、だから昨日聞いて、リンさんも言ってたんで、今日ない休み、あ、ダメだ。そうだから、伊藤さんがダメだ。そう、伊藤ダメだったね。今日、車を、タイヤを12個捨てに行かなきゃいけないっつって。え、12? 12個、3台分のタイヤを、なんか捨てに行かなきゃいけない。なんで？わかる、なんか彼のあれ、車のと、彼のお父さんです。お父さん、そう